どこへ行こうというのかね。天神橋筋6丁目駅から降りてすぐ、もんじゃ焼きのもんじゃ屋さんに来ました。ほう。創業30年の銚子店です。ほう。レトロな感じがたまりません。素晴らしい。最高のショーだと思わんかね。ボックス席もあります。ほう。バカどもにはちょうどいい目くらましだ。人気の明太子もちチーズ頼みます。ほう。ウーロン茶。具材を焼きながら刻み混ぜます。好きな大きさにするという工程なのでいいんです。真ん中に土手を作ります。土手を作るというもんじゃ焼き特有の代表的な工程ですね。はい、大きな丸にしていきます。これなるべく広げて作るのが結構大事なことなので、小さい丸ではなくて大きな丸になるようにしてください。で、なんでかっていうとだしをここに流し込んで一時的にせき止めようみたいなことなんですけど、はい、お池が浅い方が水かさが低い方が水がこいつが空から降ってこなければ誰も落差を信じはしなかった。壁を分厚くしたくなっちゃうんですけど、水かさの方が重要ですから浅いお池を目指してなるべく大きく広げたところにこうやって流し込んでいただくと、まあ割合漏れづらく作ることができます。作っていただいて大丈夫です。はい、でお餅は刻むと形なくなっちゃうかもしれないので、こいつが空から降ってこなければ誰もラピュタを信じはしなかったと。から刻まないで食べたいねみたいな具材は必ず今みたいに別皿で出てきて後入れ食材になります。はい、このままでもう少々お待ちください。はい、ますとこういうふうにドロドロとしていきます。はい、お水みたいじゃなくなってきたなみたいな、はい、でとろみがしっかりついた様子になっていて、ピーって引いて流れ込んでこないでドロドロした感じ、お水みたいなサラサラ感なくなったなと見てわかるような感じになったら、これが火が通ったはずです。そうしましたらもうドロドロですからどこにも逃げていきませんのでね、具とだしを仲良く混ぜ合わせていただいて、それをもう一度薄く伸ばし直せば完成です。はい。ほう。だしが効いてて野菜も感じる。ほう。ほう。うまい。はい。あ、すごい。美味しく食べれます。召し上がってください。おこげを楽しめます。そうなんです。というかね、おこげさんが結構醍醐味的な部分があるね。お酒飲まれる方とかのお子様なんかはちょっとお菓子っぽい感じがするので喜ばれますね。ほう。パリパリおこげがめっちゃ美味しい。素晴らしい。最高のショーだと思わんかね。ほう。ありがとうございます。おこげと混ぜるとやばい。すごい味変わって面白いですよね。そうですね。カリカリになって香ばしいですね。ちょっとジャンクな感じに。はい。ジャンクな人間なんで。ほう。ありがとうございます。ほう。デザートにフレンチトースト頼みました。ほう。こいつが空から降ってこなければ誰もラピュタを信じはしなかった。一段落したら全て焼き払ってやる。3分間待ってやる。シナモンとメープルシロップかけます。こいつが空から降ってこなければ誰もラピュタを信じはしなかったろう。こいつが空から降ってこなければ誰もラピュタを信じはしなかったろう。ふわふわほうほう甘くて優しい味。素晴らしい、最高のショーだと思わんかね。ほう見たまえ、この巨大な飛行石を。ごちそうさまでした。